今日はやっぱりまあちょっとあったかいかも。うん。はい、おはようございます。今8時40分くらいなんですけれども、北海道はね、もう山に雪積もり出したりとかしてるんですよね。あの道南渡島館内って言ったらいいのかな、にある駒ヶ岳ですね。あの噴火したらやべえって言われてる山なんだけど、そこも初冠雪しましたとかっていうところで、冬が着々と近づいてきてるので、室外機にちょっとカバーをかけてこようかなと思います。さすがにこの時期エアコンの暖房だけじゃちょっとこと足りないので、はい、灯油ストーブも設置してるんで、ちょっと室外機にカバーをかけてこようかと思います。かけたけど穴がね開いてんだよね。大丈夫なのかこれ。今年はなんか暖冬っぽいね。天気予報とか見てったらというか、今年の冬はどんな感じみたいな予報っていうか予想っていうか、まあ気象予報士さんがねやってると思うんですけど、今年の夏がすごく暑かった分、エルニーニョ現象のせいで、まあ、それに伴い今年は暖かい冬になるんじゃないかっていう予想がねされてましたね。雪も少ないんじゃないか、ただドカ雪には気をつけろみたいな感じのことを話されているニュースを見ましたが、早晩の日にドカ雪とかをやめてほしいな。早晩って朝早く起きるじゃん。それよりも先に早く起きて雪かきしねばなんねっけ。それがねちょっと緩くなくて、まあ雪国ならではの苦悩ですね。そればっかりはもう仕方ない。節水の道民としてね生きていきたいなと思います。気づいたら時間も9時半になってましたね。あのバカウケ食べてたらこんな時間になってました。家事をやってっていうところで、今からですね TikTok の撮影をしていきたいと思います。今回に関してはね TikTok の内容もちょっとセンシティブなところになってしまうかもしれないんですけれども、介護施設で働いていたら時折警察が介入することってあると思うんですよね。まあ、パトロールをしていたらあの亡くなっていましたとか、あとは明らかになんかこう不審死じゃないみたいな感じの警察介入をせざるを得ない状況みたいなことって、まあニュースでもねちょいちょい取り上げられたりするんですけれども、そういった内容に関してちょっとお話をしていけたらなと思います。警察が介入するタイミングっていつなのっていうところのお話になると思うんですけれども、で TikTok を見ていない視聴者さんもねいらっしゃると思うので、今ここでお話をしてしまうと、医師の診察が24時間以内に行われていなければ警察の介入が入る可能性があるとか、義務だったかどうかまでちょっと覚えてないですけど、あとは明らかにその2階から転落して亡くなってましたとか、まあ事件性もあるよねっていうことがあれば警察が介入する条件になってしまうっていうところで、いろいろとお話をしていきたいなと思います。はい、じゃあちょっと編集をやっていきますね。やってまいります。終わりましたね。ああ、終わった終わった。意外と時間かかったわ。はい、気がついたらもう12時近くなんですよね。ご飯どうしようかなって思ってて、ボケーっとしてて、編集終わってね、してたんですけど、自分の飲むコーヒーないなと思って、ちょっと買い物行ってきますわ。買い物行ってきて、そこでもう昼ご飯調達してこようかな。うん、晩ご飯は晩ご飯でさ、餃子作んねばなんねえから、とりあえずねやっぱり一人のお昼は楽をしたいっていうことで、ちょっと買い物行ってきます。はい、ただいま戻りまして、今日はねいつも行くのがセブンイレブンなんですけど、今日はセイコーマート行ってきました。とある事情があって。いただきます。腹減ったわ。でそのとある事情っていうのが、いつも行くセブンイレブン、あの休みの日だとやっぱり日中に行くことが多いんですけど、その日中に行くと最近ねあんまり好きじゃない店員がいるんですよね。っていうのも昔僕は顔を知ってるんですけど、多分向こうは知らねえと思うんだけど、その人のことが僕は嫌いなんですよ。兄を昔ねいじめてたというか阻害してた人物がいるんですよ。兄のことを阻害というか、まあやってた人物がいるんですけど、それの妹がいるんですけど、僕はその一族自体が好きじゃないんで、
でその一族の妹が多分働いてるんですけど、俺より多分2個上じゃないかなの人がいるんですけど、顔も見たくないんで、まあその妹さんもね兄とは関係ないにしても、僕としてはその一族顔も見たくないんで行きたくないですね。お昼寝しようと思ったんですけど寝れなくてですね、こういった本を読んでみようかと思います。眠れなくなるほど面白い臨床心理学、大体1000円ですね、買ったんですけど数日前全然読んでなかったんで、ちょっと眠くなるまで読みますわ。眠くなってよし、眠れなくなるほど面白いって書いてて眠くなったぜ、俺の勝ちやん。でもこれは一旦集中して読む必要があるので寝る。はい、ではでは1時間ほど寝ます。1時間半くらいか。おやすみなさい。はい、おはようございます。今で3時10分くらいですね。3、40分くらい寝れたのかな。とりあえずここから晩ご飯を作っていきたいと思います。ニラって入れんのむずくない？いつも思うんだけど。気のせい。トゥイ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 。ひき肉でございます。具余るかな。粗挽き胡椒だけど大丈夫かな。失礼。さあここから無言地獄なのでカットしますが、つうかさ、いつも一人でこんな喋ってんのって思われるかもしれないけど喋ってるよ。とりあえずやっていきます。明日会議の議事録じゃねえや、議案書みたいな出さなきゃダメじゃね。一週間前じゃね。行事委員来年抜けれるといいな。行事委員辛すぎだろ。または回んねえよ、レックに対してそんな愛着ないし俺。とりあえず日々の業務を淡々とこなしていきたいわっていう人間です。それかだから広報部にしておくれよ。ある程度の動画コンサル Y できると思うんやけどな。まあ町内への広報活動をしろって言われたらちょっと微妙だけど、やっと半分くらい終わったのかなっていう感じだけど、長えー長えってん。実はグーこれ生ラマルで。そういえば最近ネット界隈大丈夫なのかね。東海オンエアの哲也、芝優、綾南もそうだけどさ、令和の虎で言ってたらなんだっけ、ベテランチっていう YouTuber とさ、岩井さんがなんかやってやるぜみたいなことやってるしさ、みんな落ち着きなさいよと。何をそんなカッカカッカしてんだ。まあ元気なのはいいことか。この映像の怒り浸透になっている時は奥さんが仕事場で泣いて帰ってきた時の映像になります。で内容はまあ相手がいることですので詳細を話すことができませんが、僕としては本当に怒り浸透で経緯を聞いたんですけれども、まあ結果として奥さんと相手方で話をして一応その場は落ち着いたというかっていう感じなんですけれども、ただちょっとそれはどうなんだろうなっていうところがあった内容なんですよね。乗り込んでやろうかっていうふうに思ったくらいだったので、こういった形のことが奥さん2回目なんですよね。奥さんから事情を聞いたとはいえ奥さん視点の経緯というかしか聞いてないので、向こうの方に確認を取ってみてもいいかということで話をしたんですけれども、それはやめてと
いう形で言われて、この話し合いも30分から1時間くらいしたのかな、奥さんと。僕の怒るタイミングって、家族のことを誹謗中傷とか批判とか否定とか、そういうことをされた時に僕は怒るんですよ。僕自身に対しては全く問題ないですよ。むしろ慣れっこなので僕に関してはいいんですけれども、この怒り浸透になってる時に相手に忠告するような動画も撮ってます。その動画については音声をカットして今流れてるとは思うんですけれども、ただ先ほども言ったようにこういったことが2回目ですので、次同じようなことがあったら、まあそれなりの対応は個人的にさせていただこうかなと思います。はい。あと奥さんから辞めてって言われた理由としては、今の働いているところの職員とはすごく本当に仲良くさせていただいていて、そういった環境でまだ働きたいっていう願望があったので、まあ今回はうちからは何もアクションを起こさないという結果になりました。僕みたいになんかこう、まあいいんじゃないって思える性格の人もいれば、それって自分のことについて言ってんのかなっていうふうに気にしちゃう人とかもいるし、まあ奥さんはその対象ではないんだけど、あまり皆さんね、気負いせずにというか、自分がどうしても我慢できないとか、それおかしいだろうっていうことがあったら、相手がいるのであれば話してみるとか、そういった対応してもいいんじゃないかなって思いました。今年最大級に起こった出来事でしたね。はい。ただ泣いてしまうような環境に自分の身を置いてしまうっていうのは精神的にやられてしまうので、そこからは離れた方がいいんじゃないかなっていう気持ちで僕は動こうとしておりました。はい。そんなところで働く必要はないと思ってるんで、まあいろいろあると思うんですけれども、まあ悩んでることとかねあったら、いろいろ話してスッキリするとか、他のストレス解消法があるならね、そういったところで試してみるとかやってみていいんじゃないかなと思います。で、今回のことについては、軽くねツイートもしたんですけど、そのツイートを見てくれたのかな、太陽くんから、太陽さん大丈夫ですかっていう形で本当に優しい言葉ももらえたし、もしなんかこっちから愚痴ることがあったら聞いてくれっていう形でね、 LINE の返答もして、了解しましたっていう形でメッセージのやり取りもしてたんで、その時は太陽くんよろしくお願いします。はい。人生山あり谷ありですので、皆さんあまり気負いせずにね、仕事を含めて生活していただけたらなと思います。そんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。